羽生譲選手、2年ぶり、2度目の、BST、表紙、試合功績を振り返る14ページの特集と特大ポスターも、ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。フィギュアスケートの羽生譲選手が、12月17日発売の女性月刊誌、BST、公文社。 2月号の通常版と増刊号の表紙を飾った。ハブ選手が同志の表紙に登場するのは2020年2月号以来2年ぶりで2度目。通常版はドリームオンアイス2021の最終日公演で披露したマスカレイドの演技カット。増刊号は同年12月24日の全日本選手権の大会前日に行われた公式練習時の貴重な練習着でのカットが採用されている。紙面には ハブ選手のカバーストーリーを14ページにわたって掲載。夢の4回転アクセルへ、表情の最強戦士、羽生譲る、挑戦こそ人生。強く美しい生き方がテーマで、数多くの写真とともに、歴代の試合の様子や残してきた功績を振り返る。また、両面特大ポスターも封入。ビジュアルは通常版と増刊号で異なる。表紙やポスターをはじめとする写真はすべて、 2007年の全日本ジュニア選手権で当時12歳のハブ選手と出会って以来、ほとんどの試合やショーの様子を撮影してきたカメラマンの野戸あたえさんによるもの。長年すぐそばで撮影してきたからこそ叶った、様々なハブ選手の表情を収めている。通常版、増感具を共に、コスメブランド、ポーラ、B、A の洗顔と美容液ファンデーションのセット、D、マスクの不織布マスクが付録として付く。 羽生結弦ゆずるプロフィール、profile, 宮城県出身。2014年ソチゴリンに出場し、フィギュア男子シングルで日本人初となる金メダルを獲得。2018年平イオリンピックでも金メダルを獲得し、オリンピック2連覇という偉業を成し遂げる。2022年にプロ転向を表明。現在プロスケート選手として活躍中。ご視聴ありがとうございました。これからも一緒に応援していきましょうね。 チャンネル登録をよろしくお願いいたします。